まあ朝倉なミクルからするとカチンときてんじゃないですか。遊んどるように見えて、あの陰で練習してたり階段ダッシュしとったり。そうなんです。斉藤っていう選手にはちょっと魅力を感じましたけどね。KO 必死の試合になると思うんで、肘の張り合いとかになったらそれはそれで面白いかなと思いますね。早く進出して倒せたいですね。皆さんこんにちは、ライジンアンバサダーのくるみです。11月21日大阪城ホールでヨギボープレゼンツライジン25で初のフェザー級タイトルマッチが決定しました。この動画ではフェザー級でタイトルマッチをする朝倉未来選手と斉藤豊選手の魅力やポイントなどを迫っていこうと思います。まずはライジンの榊原 CEO にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とうとうライジン25、そうですね、8月の斉藤選手の試合が終わった後に今回の朝倉選手との試合をやろうって。そうですね、あのミクルとはずっと話してましたよね。はいはい、幻に終わってしまった東京タワーの下で、あ、笹原さんにちらっと言ってました。うん、その当時だと200人だけ観客を入れてもらって入ってもらって、そこで試合をやろうっていうか大会をやろうとしたんです、うん、そこもメインがミクルだったんですよ。うん、ミクルと相談してやろうって言って、でそれがなくなった時点で8月に出ることはないから、じゃあ9月に行こうと、うん、でそこでなんかタイトルマッチとかに持っていけるといいよねって、そのタイミングでは外国勢も入ってこれるかもと思ってた。ああ、なるほど。とてもじゃないけど9月になって外国勢入れないってなって、斉藤選手が結果を出して、でまあちょっとミクルとねリング上で、まあミクルもあれが日本で一番強いんだったら俺がやってもいいですよみたいな話になって、うん、だったらまあ外国勢も入ってこれないし、うん、フェザー級の初代はこの2人でいいんじゃないかなっていう。で調印式を、はい、やりました。ちょっと見せて、はい、ああ持ってきましたよ。調印式って何なんですか。やっぱりそのタイトルマッチ、その試合がタイトルマッチだっていうことを、うんうん、あのお互いその意識で臨むと。だって僕らからするとライジンというその戦う舞台の中の最高峰を決めるわけだから、うん、その自覚と、まあ、なった後の意識とそういうものをちゃんと認識してこの試合に臨んでくださいね。うん、なんか斉藤選手の字可愛いですね。本当だね。なんか性格なんか出るって言いますよね、字って、うん、出る、出ますね。ちっちゃくキュッとしてる、はいはい、すごいですね、はい、儀式ってとっても大事だから、やっぱりこうこの試合がそのライジンの初代を決めるのフェザー級のチャンピオンを決めるタイトルマッチであるということをまず2人に自覚してもらう上での一つの儀式的なものの、うん、2人にそういう意識を強く持ってもらうためにこういうことをやります。なるほど、はい、すごい。今回こう2人戦うにあたってこうマイクで喋ってる分聞いてると、うん、こうなんか対照的というか、朝倉選手はもう俺全勝してるからこう当たり前だよみたいな感じだけど、斉藤選手はまあやるんだったらいいですよみたいな感じ、そうですね、なんかその対照的な感じどう見てましたか。どうなんですか。でなんかこう結構朝倉選手やってもいいよっていうのもあんまりこう聞いたことないっていうか、うん、しかもその斉藤選手のキャラ、私ライジン前回初めて知ったので、うんうんうん、なんかこうあの場で、あ、うん、いや別になんかまあどっちでもいいですけどみたいな感じのマイクだったじゃないですか、うんうん、力を抜けた感じですね。そうそう、だからなんかこう逆にバチバチしてるっていうか、そうだ、ね、ちょっと怖かったですね、うん、ピリピリしてて。そうだよね、はい、まあ朝倉未来からするとカチンときてんじゃないですか。そうですよね、うん、多分榊原さんはきっと斉藤選手より朝倉選手の方がもちろんこう親交深いと思うんですけど、うん、そうですね、こう斉藤選手どういうイメージですか。うん、まあ正直あんまよくわかんないです、うん、もちろん、ね、その映像で見たりとかね、はいはい、そういうのは知ってますよ。でも人となりは試合の当日に会ったぐらいで、うん、こうコミュニケーションそんな取ったこともないです。でもまあ石渡りのところで練習したりしてるってことを聞くと、はいはい、もう変態なんだろうなっていう。なんか独特な感じですよね、雰囲気ちょっと、うん、つかみどころないというか、そんな感じだね、はい、ひょっとすると、うん、知性があるというか、うん、まあ喋ったことないんでわかんないけど、全然ダメなのかもしれないけど、はいはい、特に総合格闘技とかって、うん、まあ柔術もそうだけど、うん、
やっぱりこうインテリジェンスのスポーツなので、はい、あまりかこの自分の顔感情をむき出しにすることなくコントロールしながら、ミクロもそんなタイプじゃないですか。そうですね、お互い どこかでクールな側面がある選手、この前のやり取り見てる限りで言うと斉藤っていう選手にはちょっと魅力を感じましたけどね。あ、うん、逆にこうなんかちょっと知りたくなっちゃう感じしますよね。ミクロ選手の今までで一番こう印象に残った試合とかってあります？一番印象に残った、僕はそれでもルイス・グスタボ、彼とやる試合をマッチアップした時に、まあ、この辺りを勝っていかないと、まあ、グスタボ自体はまあそれなりにあの八千に勝ったところから、うんうん、あの彗星のごとく現れた、そのワンチャンを手に入れて、そこからこう彼もなんか独特の雰囲気があるじゃないですか、ルイス・グスタボも、はい、で人気というかみんなの注目を集める選手になって、でもやっぱり殺気があるというか、狂気がある選手だから、それと川尾ミクルがやった試合っていうのは僕にとっては、あのミクルがこう一皮二皮むけていく、その出世をしていく試合になったんだろうなと思ってるんで、それがすごく印象的です。外国勢独特のやっぱりこう、決着をつける力がある選手だったし、はい、まああれにきちっと向き合って勝つっていうのは、まあ大したもんだと思いますけどね。うん、そうですね。ミクロのそれまでそれ以外にやった外国勢の選手たちも、に知名度はないけど大概強い選手なんですよ。だからそこをまああんまりミクロがやられた姿って見てないじゃないですか。見てないですね。うん、はい、まあガンガン行ってなんかスカッとした試合もそんなないですよ。やっぱりカウンターっていうか相手の出方を見て、あの確実に勝つ選手だから、だから兄弟だけど。あの交代確かに違いますよね。海、はどちらかというと前に出ていく選手、自分からあの試合をコントロールって動かしていく選手だけど、ミクルはまあそういう意味ではずる賢い選手でもこれが一番強いんですよ。プロの世界でいうと、これサッカーの世界でもそうだけど、ずる賢さが最も必要なんですよ。朝倉選手はじゃあ今回試合するにあたって、なんか多分試合感覚も結構空いてるし、いきなりタイトルマッチじゃないですか。まあ、全然そういう意味では気負いもないし、その試合が空いたっていうことのブランクみたいなものも全くないと思います。ミクルって YouTube でね、いろんな番組撮ったりなんだりしながら、だけどやっぱりしっかり格闘家としてトレーニングもしてるし、このコロナ禍の中であの手を抜かずに積み上げてきてるので、ミクロもあんまりそういうとこ見せないんですよ。俺こんなにやってるぜとかって、ね、あの YouTube のこと一生懸命やってんのかなと思いながら、しっかり準備はしてたし、あの人ってこれまあ会から聞いた話なんですけど、とにかくいろんな試合を見て分析するのが好きなんだ。UFC とかベラトールとか、もうそれこそあらゆる試合を見て、その中から技を盗むんだって。あ、そうなんだ。 でその次の日持ってきて、それを弟に試してみたりとか、こんな技があるけど知ってるって、なんかすごく研究熱心だから、表にみんなが見えてる部分とは違う、氷山の上のところしか見えてないんで、下の部分で言うとすごく格闘技に対しての探求心が強い人、だからそれを逆にこのコロナ禍の中でしっかり準備をしている、トレーニングをして積み上げてきてるんで、楽しみですよ。そうですね、久しぶりにでも見るんで楽しみですね。はい、斉藤選手とともに練習をしている上田選手、石渡選手、越智選手のインタビューを行いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずはあの斉藤選手の普段のどういった人っていうのを教えていただけますか？まっすぐ順番的に言われた普段はあまりそんな感情とか出す方ではないんですけど、試合後とか試合の時に爆発する感情を見ると、背負ってるものとかそういうのも感じます。つい最近まあ、自分が後輩とか、まあ、斉藤君とかでみんなでこう食事する機会があったんですけど、僕が先にちょっと帰ったんですね。帰った時に後輩たちはそのまま食べて、えっすみたいな感じだったんですけど、斉藤君だけ立って、お疲れ様でしたって言ってくれたのを
見てました、ね、すごい礼儀正しいです、ね、そういう感じですいいありがとうございますありがとうございます、はい、落ち着いてお願いします、はい、だいたい練習場とかしか生徒さんとは会うことないんですけども、はい、ザ・高青年っていう感じの方だと思います、はい、だけどやっぱツイートは独特です、ね、そうですよね、よくやります、はい、私の前回の時に勝ってインタビューさせてもらったんですけど、うん、でその後にこうインタビューの時は結構そう真面目なイメージだったんですけど、うんうん、ツイッターを見てそういう感じじゃないんだってそういう感じじゃないんだって意外とこう面白いんだなっていう思いました、うん、今回タイトルマッチ決まってこう斉藤選手こう練習とか言動とか何でもいいんですけど何かこう変わったところってありましたか、まあ、いろいろやり取りして覚悟は感じてます、まあ、いつもより熱くなってるっていう感じしますね今日あのライジンのトレーラーの映像が出たと思うんですけどご覧になってみて感想ってありますか？なんか途中笑ってましたよねあのタイミングが合えばのことあーあれはあえてやられたんですかそうですねはいなんかまあいろいろすごいじゃないですか浅倉選手は、はいまあ、それでまあその中で、まあ、リング上がったら勝つか負けるかだけは、うんそうですね、それが楽しみ。どうでしたか見てみて。いやなんかちゃんとこうなんだろう朝倉選手がこうもうちょっとこう持ち上げられるかなと思ったんですけど、意外とこうちゃんとバランス整ったような感じだったんで、うん、僕としてはなんかあーって感じになりましたね。ジル側もこう上がるような感じだと思いますね。確かに上がりました。ありがとうございます。試合近づいてきたなって感じ。そうですよね。はいタイプ的に真逆な感じがするんで、斉藤さんとは朝倉選手は性格とかは、はい、それが楽しみです、なんか、はい、なんかこうインタビューしてて、他の人は結構タイプが似てるんじゃないかっていう人が多かったんですけど、なんかこう一緒にいる方としては、なんか違うんじゃないかなっていうイメージですか。まあ違うかなと思いますけど、まあ、朝倉選手はこう喧嘩とかしてみたいな感じですけど、まあ、斉藤さん、まあ、真面目に格闘技やってきてっていう感じなんで、まあ、そういうとこは違うんじゃないかっていう感じですかね、はい、当日タイトルマッチここがなんか見どころだっていうところがあれば教えてください。互いに打撃がすごい切れるんで倒せるものがあるので、うん、本当にどっちが当たって倒れるのかなってもうそのどっちが倒れるか KO 必死の試合になると思うんでとても楽しみです、はい、どんな接戦でもいいんで競り勝ってもらいたいと思います、うん、そうですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。朝倉兄弟のマネージャーさんの宮島さんにお話を伺おうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝倉未来選手が試合決まってどういった感じですか？やっと兄弟揃ってチャンピオンになるかなみたいな、やっと来たかなっていうのはありますね。うんうん、朝倉選手がこうタイトルマッチするよってなった時のこう心境というか、はい、朝倉選手がどんなこと言ってたとかってありますか？あ、まあ本人は当然だなっていう感じではずっと言ってるんで、はい、まあ、7連勝してるし、うん、まあ、フェザー級のタイトルも狙ってたんで、うん、で、まあ、やっぱ弟も会の方もチャンピオンになったんで、はい、揃ってチャンピオンになりたいっていうのは兄貴も思ってると思うんで、もともとそんなに口数多くないんでそんな感じです、はい、いつもこうセコンドについてらっしゃる。あ、はい、セコンドについててこう、まあ、落ち着いてるイメージ私もあるんですけど、試合の時とかも、はい、なんかハラハラしたこととかってありますか？あ、でもいつでもハラハラはしてますね。そうなんですね。いつでも絶対がないんで、うん、負ける姿も見たくないですし、そうですね。ミクル選手の近くにいる、はい、宮島さんから見てミクル選手の強さの秘訣って何だと思いますか？まあ、負けず嫌いがやっぱ根本かな、はい、多分。あと、まあ、結構大きいこと言ったりするんで、まあ、多分自分に無知を打ってるんだと思います。とあと自分を信じてるのが一番強いかなっていうのと、うん、まあ、それなりに見えないところですごい昔から富谷市にいる時から努力してるんで、本当誰にも言わず遊んどるように見えて陰で練習してたり階段ダッシュしとったり。そうなんですよ。そういうの一番かっこいいですよね。そうですね。そこ兄弟共通で別々で陰で両方深いのミクルも。そうなんですね。はい、タイトルマッチ決まってから、はい、ミクル選手のこう練習とか、はい、あと普段の行動とかって何か変わったことありますか？一回見たんですけど練習は、はい、ちょっと異常なぐらい多分相当違うレベルまで、あと殺気もすごかったんで。あ、そうなんですね。多分相当
圧倒して勝ってくれるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、もちろん斉藤選手も強いんですけど、はい、それ以上にミクルも結構本当に強くなってるんで、まあ、そこは信じてもうだいぶ盛り上がると思います。はい、普段のミクル選手ってどういった人なんですか？まあ、気分屋まあ、あのままで気分屋、はい、気分屋で、まあ、子供みたいに笑う時もありますし、まあ、でも大体何か考えとったり勉強熱心なんで、何かしら何か考えてるっていう感じですね。こうインタビュー何度かさせてもらったことあるんですけど、はい、言葉が上手というか、あ、そうです、ね、あ、多分あれですね、頭いいんですよ、ね、2人とも読書すごいしてたんで、ね、多分それ、多分その頭かなっていう。そうですよね、なんかこう語彙力があるっていうか。あ、そうですね、はい、私そのインタビューしてても語彙力少ないんですよ、すごい。だからなんか羨ましいなのってでミクル選手の本を読みました。あ、面白かったです。でもなんかこう兄弟またこうガラッと違うじゃないですか。こう全く違いますね。どっちの方がこうとかってあるんですか？こう 仲いいっていうか話しやすいなみたいなのってあります？話しやすいのはやっぱり甲斐じゃないですか。圧倒的にやっぱそうなんですか？そうですね。こう YouTube とか見てる時のミクル選手とまた試合のインタビューの時のミクル選手だとやっぱもうガラッと違いますもんね。あ、そうですね、なんかもうスイッチ入ってるっていう感じですよね。はい、試合前だと結構バチバチしてますもんね。そうですね、はい、結構スイッチがいっぱいあると思うんで。そうですよね。なんかミクル選手がインタビューでなんかコンディションどうですかって聞かれるけど、はい、そんなコンディション試合前に悪いわけないじゃんみたい なんかそんなこと聞くなよ的な感じのツイッターがあったんですよ。あ、はい、で私そのインタビューで一度そのコンディションどうですかってその後に聞いちゃったんですけど、はい、この時すごいニコニコ答えてくれて試合前だったんですよ。でも優しかったです。くるみさんだったのね。本当に良かったです。優しかったんで、それでちょっと私もなんかこう、でも優しいやつです。そうですよね、本当は優しいんですよ。なんか怖いって思われがちですけど、結構本当に優しい。それでなんか、あ、大丈夫なんだって思いました。でもっと優しいのは甲斐なんですけどね。そうですね、甲斐選手はもうすごい話しやすいです、うん、はい、インタビューとかもなんか向こうから話しかけてくれるので、はい、なんかやりやすいです。そうですね、はい、では試合楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございました。今大会でフェザー級タイトルマッチに挑む斉藤選手にインタビューを叶えたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは先日あの調印式などを行われたんですが、はい、こう実感は湧いてきましたか？まあ、公式発表されると、はい、もう試合始まってるようなもんなんで、うん、正式に発表されてよかったなと思うところありますね。朝倉選手の挑発的というかちょっと、はい、そういう発言については、うん、どういった気持ちですか？まあ、普通に聞いてただけですけど、うんうん、特に思うこともなく、うん、はい、多分いつもああいう感じだと思うんですけど、はい、いつも通りだなという。斉藤選手はこう来季2戦目でタイトルマッチになるんですけど、はい、それ最初聞いた時、はい、どう思いましたか？ああ、と思いましたね。はい、まあ、記者会見でも言ったんですけど、タイトルマッチって話になると2連勝3連勝ってこう流れてるから、できれば、まあ、あるのかなとは思ってましたけど、まあ、巡り合わせが良かったなっていうふうには思いますね。なかなか、ね、2試合目でっていうのはないですね。はい、そうですね、はい、今回勝つと2つのベルトを持つことになるんですけど、はい、どうですか？そうなると。そうですね、まあ、あんまりそういうのをもう考えすぎないようにしてますけど、はい、とりあえず相手に集中してるような感じですかね。結果的に、はい、勝ったらそうなるっていうことですね。相手の朝倉選手は結構こう戦略家だと思うんですけど、何か対策みたいなのは練ってますか？まあ、そうですね、相手がどういう風に来るみたいなのもイメージはできてるんですけど、あとは実際、ね、彼がどういう風に来るかわからないので、やってみてだなっていうところですね。イメージはできてます、はい、今回はワンマッチではなくタイトルマッチということに対して緊張感や実感というのはありますでしょうか？緊張感はないです、まあ、今回俺の方がリスクが多いと思うんですけど、そんなに気負いとかもなく、別に、まあ、負けたら相手が強かったんだって思うぐらい練習してきたので、別に早く進出して倒せないですね。先日公開されたレジン25のトレーラーでは宗教闘争という少し過激な表現されてたんですけど、ご覧になった感想というのはいかがでしたか？まあ、別に自分ではそういうふうには思ってないですけど、まあ、そういう見方も確かにできるのかなって感じですね。朝倉選手が斉藤選手と最も違う点と思っているところはどこですか？打撃の引き出しの多さの時に腰の強さですね。
さあ、スタート。斉藤豊。今回の試合でこうファンに注目してほしいところはありますか？うん、そうですね、お互い負けられないと思うんですよ、今回は、うん、負けられない2人がやるわけなんで、うん、うん、意地の張り合いとかになったらそれはそれで面白いかなと思いますね。はい、自信はもうすごいあるんでやりたいっすね。早く試合したいって感じです。いかがでしたでしょうか。今回はタイトルマッチを行う朝倉未来選手と斉藤豊選手についていろんな方からお話を伺いました。ライジンフェザー級タイトルマッチを楽しむために次回はフェザー級についていろいろな方からお話を伺いたいと思います。では次回お楽しみに。フェザーで日本人が戦うというのは一つのロマンですね。うーん、はい、今盛り上がっているうちにどんどんこう話題になるようなカードをどんどんやっていくべきだと思うので、素直に嬉しいです。一人スターがいるとそこに集まってきて階級が活性化するっていうのが本当に今年のライジンのフェザー級はそうなってるのかなと思います。まあ俺がいるから集まってきたんじゃないですか。僕も同じフェザー級なんで、僕はやっぱライバル視して見てしまいますけど、ね、初代王者を決めて、うんうん、そこを一つの軸にしながら来年とか、うん、近い将来グランプリは組み立てられたらね、うんうん、と思ってます。